そちらではどのような情報になっているでしょうか、はいはい、韓国軍による最新の情報をお伝えします北朝鮮が先ほど主張をしていた軍事偵察衛星を南の方角へ再び発射したと発表しましたアメリカと韓国の情報当局が分析を続けています 今回の発射に先立ち北朝鮮は今日の未明日本の海上保安庁に対し明日の22日午前0時から来月1日の午前0時までの間に衛星を打ち上げると事前通告をしていました事前通告よりも少し早く打ち上げた形になります。 北朝鮮は5月と8月の2回の打ち上げではいずれも失敗をしていて8月の失敗時には問題を解決し10月中に再び打ち上げを行うと宣言をしていたものの今日まで行われていませんでした今回、成功すれば朝鮮中央通信などの北朝鮮メディアを通じて結果が報じられるものと思われます。井上さん改めて伺いますがあの 今回、弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたというのは、えー、韓国の分析によると午前22日午前0時以降に発射するとしていた軍事偵察衛星であると韓国政府はそそううう見ているということこでですねそうですねね、えー、韓国軍から来た最初の一方は、えー、北朝鮮が主張をしていた軍事偵察衛星を、えー、南の方角へ打ち上げた、えー、発射したというものでした。 えー、その午前0時以降のとしていたその時間帯がです、ね、それより1時間余り早く発射されたことについて何か論評あるいは分析等はすでに行われているでしょうか。 今のところです、ね、この少し早いことについての分析や論評というのはないんですけどもただです、ね、韓国軍はこの発射の前からです、ね、初日の早い時間に発射があるだろうということは予測をしていましたそして、それを防衛大臣がです、ね、テレビに出演をしてしゃべったりしていましたので、まあ、早くあるというのは予想していたわけですただ、時間よりも早く来るということはおそらく予想していなかったものと思われます。 はい、ソウルから井上支局長でした。ありがとうございました。